衝撃の事実、なぜ、BTS は、何年も宿舎で住んでいたのか？皆さん、BTS 防弾少年団のことをご存知でしょうか？彼らは韓国出身の7人組ボーイバンドで、世界中で絶大な人気を誇っています。その活動期間中、彼らは、何年も宿舎で生活を送っていたことで知られていますが、なぜ彼らは宿舎生活を続けていたのでしょうか？その真相に迫ってみましょう。BTS の宿舎での生活は、彼らがデビューした当初から始まりました。彼らのデビュー曲、No, More, Dream は、夢を持つことが重要で、現実と戦い続けなければならないというメッセージを込めた楽曲でした。デビュー当初は、まだ、知名度や人気も低かったため、彼らは、スケジュールの管理や制作、活動などを円滑に進めるために、宿舎での生活を続けることに決めたのです。宿舎生活のメリットとしては、まずは、日常生活の効率化が挙げられます。宿舎にはの、キッチンやリビングスペースがあり、メンバー同士で食事を作ったり、リラックスした時間を過ごすことができました。また、デビュー当初は、まだ、個々の活動が制限されていたため、スタジオや予定の管理も、しやすかったと言えます。また、BTS のメンバーは、非常に団結力が強く、仲の良さも有名です。宿舎での生活を共有することで、お互いの個性をより深く理解し、信頼関係を築くこと、ができました。これは、彼らが、パフォーマンスや楽曲制作でのチームワークを高め、よりクオリティの高い作品を生み出すことにもつながったのです。その一方で、宿舎生活はメンバーにとってのプライバシーの制約やストレスも生んでいました。人気が急上昇するにつれ、外部からのプレッシャーやスケジュールの忙しさも相まって、彼らは疲れを感じることもあったのです。しかし、メンバー同士の絆や助け合いの精神が宿舎生活を乗り越える一因となったのです。そして、ついに2022年になって BTS は宿舎生活から卒業することを決断しました。メンバーたちは成長し、独自の道を歩むために一人暮らしを始めることになったのです。しかし、その絆は今でも変わることはありません。彼らは今でもお互いの力になりながら新たなステージで活躍しているのです。BTS が何年も宿舎で生活を送っていた理由はデビュー当初の効率的な活動管理や絆の強化、そして団結力の向上にあったのです。彼らの成功は宿舎生活がもたらしたと言っても過言ではありません。今後も BTS の輝かしい活躍に期待です。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。